年末の中山で争われる夢のグランプリ有馬記念。あなたの夢、私の夢は叶うのか。さあ一番人気の紹介です。成田ブライアン、この評価は少し不満か。二番人気はこの子、 TM オペラ王、注目のグランプリ馬娘町金福来たる、4枠7番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは13番町金福来たる、11番期待通りの結果を出せるか。1番人気成田ブライアン、長丁場のこのレースですが町金福来たる早くも先頭に躍り出た。第4コーナーを進んで直線へ向かう。町金福来たる早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて2番手は10番外から行く。11番さらにメジロマックイーン、差がなくスーパークリーク。まずは1周目正面スタンド前に入った。すぐに続いて5番さらに外、13番差がなくダイワスカーレット。3馬身離れてTM オペラ王、外そしてその外成田ブライアン、内には1番1馬身離れてエイシングフラッシュ、さらにその外からはゴールドシップ、少し後ろから3番後方2番手に8番15番最後方からのレースになりました。第1コーナー回って第2コーナー、順位を振り返っていきます。先頭相手町金福来たる3馬身リード、続きました10番少し後ろからスーパークリーク、そして内目をつきましては11番外、13番そしてその内から行ったのはメジロマックイーン。5番並んできた、少し離れてダイワスカーレット。1番内から行く、少し離れて成田ブライアン、ゴールドシップ並んでくる、後からエイシングフラッシュ、内を回ってTM オペラ王、内には15番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ8馬身、各馬娘一段となって団子状態の大混戦。これだけ密集していると紛れがありそうですね。残り 1000m を通過、先頭は変わらず町金福来たる、続いてゴールドシップ、3番手には10番外でスーパークリーク、11番続いている、その後メジロマックイーン、その外並んで5番エイシングフラッシュ、並びかけてきた、すぐに続いて13番さらには1番成田ブライアン、並びかけてきた、それを見るように15番第4コーナーカーブ。勝負どころ最後の直線へとかけていきます。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。中山の直線が短いと後ろの子たちは間に合うか。食い下がるゴールドシップ、マスカネフ来たる、先頭はマスカネフ来たる、これは強い、200を通過、先頭相手にマスカネフ来たる。3番手争いは成田ブライアン、エイシングラッシュ、マスカネフ来たる1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮しレースを制した。町金福来たる2大グランプリを制覇、実力ナンバーワンを見事に証明してみせました。2着はゴールドシップ。